キャリーバッグが私の頭に落ちてくる。ハイサイ、この夏新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ、リノベに DIY、 離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。欲しかったやつ、これ届いちゃった。俺がサプライズしようと思ってたんだけど受け取っちゃった。私受け取っちゃったよこれだって結構前に私ツイッターで見て欲しいって言ってたやつ。そうそう、なんかいいんでしょこれ。え、何か分からずに買ったの？いや分かるよ、乾燥機でしょ。そうそうそう、工事いらんくて、あのコンセントで使えるっていうことぐらいしか知らんけど、なんかえらい欲しがってたから。いや便利じゃん、そんだけでも。まあそうか。しかも見た目もおしゃれじゃん、これならいいなと思ってさ、めっちゃ欲しかったよこれ。開けてみる？開けたい。開けてみようか。うん。どうやって出すんだこれ。どうやって出そう。ちょっと一回逆さにしようか。そうだね。逆さにして。よっ。おれおれおれ、いいよよ、はい、引いて引いて。引いて引いて。いくぞー。すごい、気密性がすごい。もう少し、もう少し脱皮するぞ。ポン。いいね。いい。よいしょ。おお。あ、いいじゃん。え、これちっちゃいけど、これマジで乾燥機なのこれ。めっちゃちっちゃいね、やっぱ。え、ちっちゃ。おお、いいねいいねいいね。出てきた出てきた。おお。え、どこだ。落ち着いて落ち着いて、落ち着いて。ワクワクしてるね。よいしょ。おお。ええー。いや待って、めっちゃおしゃれじゃん。かわいい。すげえ。ちょっとバズーカみたい。バズーカみたいだね。あ、これどうやって開けるか。あ、おお。思ったよりもちっちゃい。そうだね。なんか写真で見てたよりもちっちゃい。うん、大きさちょっとみんなに分かるようになんかやってみて。え、どうすればいいんだ。ちゃんまり火で大きさが分かるように。いいね。もうちょっと持ち上げてるとことかの方がいいんじゃないですか。そうかもしれないね。ありがとう。いいよ先生。ありがとう、これ本当欲しかった。めちゃくちゃ人気でさ、これ。そうなんだよ。幕開けでクラファンやってたんだよな、確か。うん。もうすごい数の注文入ってて。うん。まあ、みんな欲しいよね、このコンセプトよく考えたら。いや、めちゃくちゃいいね。こんなん待ってたもん、私も。え、どうしよう、使ってみたい。あ、使ってみたい。さっき洗濯も乾燥も終わらしちゃったんだけどさ、使ってみたい。使ってみたい。なんか濡らそうで。なんか濡らすか。よし、わかった。じゃあちょっと濡れてくるわ。待って、その上のやつ傘。傘なんで。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。おかえり。いい感じ。びちょびちょやんか。じゃあちょっと早速これ乾かしてみる。うん、乾かそう。なんか楽しくなってきたわ。なんか女性でもいけるって。あ、いけるわ。軽い？だって乾燥機だよ。そっか、乾燥機ひょいって女性が持ち上げてるって考えたら、この細い腕で運べるぐらいです。あっちの廊下の方でやろうかな。あ、そうだね。うん、うちの方で。わざわざガス管通ってるところまで持ってかなくていいわけだからね。そうなんだよね。コンセントさえあればできるから。そうだそうだ。ちゃんと乾燥機だね、ちっちゃいけど。そのまんまコンパクトになったって感じね。フィルターもしっかりしてるし。ほんとだね。これで 1.5 キロまでいけるんだって。マジか。結構いくね。一人暮らしだったら絶対困らないと思う。ちょうどいいんじゃないこれ。あと急なね、乾燥したい時、今みたいな。あ、そうだった、濡らしたんだけどな。そうだ、なんかビッタビタすんなと思ったら。これちょっと早速中入れてみるか。うん、やろやろやろ。よいしょ。うん、この中にね。この中にね、ポイッとしてね。
そう、これ。あったかい。ああ、ちゃんと乾燥してるね。静電気が一瞬パチって言った。ああ、なるほどね。うん。見て、このサラサラ感。どう？着心地変わる？やっぱ。普通に乾かした時より。まあそうだね。やっぱりいいよ。ふわっとして。うん。うん、心地よい。めっちゃいいね、これ。おー。今 T シャツ1枚だから15分くらいだったね。そうだね。全く時間も変わる、かからず。めっちゃいい。いいじゃん。何今の番。ということで今月の良品認定でした。で、最近中本夫婦の映像がすごい好きで、自分たちも真似したいっていうコメントとか DM が多くてですね、だから今日はちょっとさっき撮った炊飯器と電子レンジとモルスの乾燥機、この3台を並べて撮ったシーン、あれ結構ねがっつり光作って撮ったんですよ。ちょっとその風景みんなに見せようかなって思います。うん、突然なこの撮影の裏側みたいなね。強い、一番強い光で、そうで、もっと横、もっと横から、そう、前方から0度くらいに行き過ぎたら、壁に当ててみて、そうそう、壁に向けて、で、ここに光反射しないように、こうやって手でさえ、そうそうそう、OK、OK、よし、じゃあちょっと撮るよ、もうちょっと壁向きで、角、そう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 、そこ。もうちょっと壁向きで、角、そう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 、そこ、いつも回して、ということで結構マニアックな話だったと思うんですけど、まあ、こんな感じで映像を作ってるって感じかな。もしもっと知りたいっていうことがあれば、そのうちサブチャンとか作って、しっかりとこう動画の作り方とか説明するかもしれないですね。こういうね、ライトがあるとすごい楽です。はい。全然台風いなくならんじゃん、今回。なんか、ずっとだね。やばいよ、外、もう雨風。こんなのも結構あるの、沖縄。ないよ。こっち引っ越してきたから一回もないでしょ、確かないね、この5年ぐらいでさ、うん、やば、外嵐嵐、でも明日もだってよ、これこのなんだっけ、モーウィー、ああモーウィーね、これみんな知らないんじゃないかな、これ沖縄ではまあまあ見るんだけど、あれですよ、ウリか、ウリ、そうだね、うん、あれみたいな感じ、トウガンみたいな感じよ、トウガンも食べるとこあんまり少ないんだっけ、そういえば、あ、そっか、沖縄でしか食べないか、私はお母さんよく使ってたけど、珍しいらしいね、だからもう沖縄でよく食べられるウリって覚えていて、みんなとりあえずウリやたら食べるね、そうそうそう、沖縄って美味しいよ、後でスープ作るんでしょ、そう、あ、したら後で見せよう、みんなに、うん、じゃん、これがモーウィーのスープだよね、うん、美味しそうだね、美味しそうにできました、いただきます、いただきます、うん、わあ、モーウィー思い出した、こんな味だったなってえ、モーウィーは結構食べるの、うん、いや、そんなに食べる過程も多くない、冬瓜の方が食べるはず、味しみて、うん、
やっほー。眠いのか、うん、ちょっと眠そうだね。ちょっと眠い。なんだかうとうとしてるよ。眠い。こいつお腹ご飯食べた夜。お腹ご飯食べた。食べた。よかった。楽。